こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、マラカス編。この動画では、マラカスの構え方と基本の鳴らし方について解説します。はい、まずは前回のおさらいで、マラカス持ち方の確認です。マラカスボール部分と取っ手の部分からなっておりまして、なるべくこの取っ手のですね、ボールに近い根元の部分を持ってあげます。取っ手の端の方を持ってしまうと、このコントロールが難しくなってしまうので、なるべく、上の方を持ちます。中指、薬指、小指で、取っ手を持って、親指と人差し指で軽くこのボールに触れて、楽器をミュートしてあげます。はい、左手でも全く同様に持ちましたら、いよいよ楽器を構えていきます。まずは腕を楽に下ろしまして、軽く脇を広げます。で、胸の前に構えます。楽器が近すぎても遠すぎてもコントロールがしづらいので、まあ、自然に楽な位置で大丈夫です。見た目のイメージとしてはボクサーのファイティングポーズのような形でこのままマラカスを構えます。プレイスタイルによってはマラカスをこのように完全に立てて振ったり、あとはですね、プロの奏者なんかはこうやってクロスして振ったりすることもあります。ただ、初めのうちはバランスよくコントロール感覚を身につけたいので、まあ、左右対称で、まあ、楽に胸の前に構えるのが、良いと思います。はい、では、マラカスの鳴らし方について解説していきます。鳴らし方を大きく分けて3種類あります。まずは、マラカスを、少し下に落として、底の部分にビーズを当てる方法。次に、前に振って、マラカスの壁面にビーズを当てる方法。次に後ろに振って、マラカスの壁面にビーズを当てる方法です。下、前、後ろ、下、前、後ろと覚えておいてください。今回の動画では一番基本でもあります、マラカスを落としてこう鋭くチャッチャッチャッと、キレのある音を出すやり方をマスターしましょう。はい、やり方としましては、基本の構えの位置から少しだけマラカスを真下に落としてあげます。で、落としたタイミングで、持っている方の手ですね、指を少しだけクッと握って、このマラカスの動きを一瞬だけ止めてあげるようなイメージで、こう、チャッチャッとキレのいい音を出します。はい、この短く音を切る感覚っていうのが初めのうちはおそらく難しいと思いますので、ゆっくりとやっていきましょう。慣れる練習方法としましては、まず、マラカスを真上に投げてあげて、胸の前まで来たらキャッチっていうのをしばらくやってみてください。はい、イメージとしては前回も言いましたけれども、ラーメンとかそばとかパスタですね、それをこう湯切りする感覚ですね。ゆっくりやると多分湯が切れないと思います。それと同様にですね、マラカスもこうゆっくりキャッチするとならないんですよ。一瞬だけスナップを効かせるような感覚でシュッ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 と、キレのある動きをですね、この、まあ、胸の前に来た段階でやってあげると、この底面にビーズがヒットしてシャッシャッシャッと、キレのある音が出せると思います。はい、このビーズがボールの
上の部分に当たる音もしてしまうと思うんですけれども、最初のうちはこれは気にしなくていいので、このチャッっていう音だけが綺麗に聞こえるように意識して練習してみてください。はい、今はこれぐらいの高さまで振り上げているところをだんだん高さ下げていきます。はい、もうこの限りなく少ない距離でチャッ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 とですね、キレのある音が出せたら OK です。はい、DJ でも全く同様にできるように練習していきます。では一定のテンポで右で4カウント、左で4カウント鳴らす練習をしてみましょう。1、2、3、4。はい、では次は倍のテンポで左右交互に振っていきましょう。 1, 2, 1, 2, 3, 4。はい、では最後にサルサやマンボなどで使われるリズムパターンを練習して終わりにしましょう。はい、1, 2, 3, 4の2を休符にして抜かしたパターンですね。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4。右はずっと一定です。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4。左手は4だけ。で、できる人はだんだん早くやっていきましょう。はい、というわけで今回は、マラカスの基本の構え方と、基本の鳴らし方、落として鳴らすやり方について解説しました。はい、初めのうちはやっぱりこの落としてチャッチャッと、キレのある音を出すのが少し難しいと思いますので、やっぱり最初のうちは少し振り上げて落とす、湯切りする感覚をですねイメージしつつ、この動きが体に馴染むまで、ゆっくり体でいいので何回も練習してみてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。